外出先のトイレのトラブルは何かありますか？その時の結末まで具体的に教えてくださいということなんですけれども、あります。あのね、人生最悪だったトイレの話をしたいなと思います。私のふるさとはですね、東北のすごい田舎の方なんですけど、そこのトイレ事情はトイレが家の中になくて、ちょっとこう一旦家を出て別の建物、こう小屋みたいなところに入って、そこに汲み取り式のトイレがあるとか、なんかそういうお家もまだあるような本当にね、田舎の地域だったんですね。で、そういう地域に駅の公衆トイレがあったんです。その駅も、まあ、駅前に建物とかなくて本当に駅しかないような土地の公衆トイレで、トタンでこう四面を囲ってある電話ボックスみたいな状態にトタンでしてあって、その中に和式の便器が地面にポンと置いてあるような、ただそれだけのトイレだったんです。紙とかもない、そういう状態のトイレがありまして、で、私その駅にいた時にどうしてもお腹が痛くなってしまって、もうそのトイレに行くしかなかった時があったんですね。もう見るからに汚いし、古いし、暗いし、ね、近づいただけで匂いがしてくるし、直前に食べた牛乳が悪くてですね、どうしてもトイレに行かなくてはいけない状態になってしまったので、そこのトイレを使いました。入ってみたんですけどね、もう中もひどくて、コバエがもう飛んでるんですよ。コバエが飛んで、いや嫌だなと思ったら、こうやってこうかき分けながらトイレしゃがみ込んで、でしゃがみ込んで、まあ下はいいんですけど、そのね、トイレもなんか多分こうコバエが来たりとか、薄暗いし、あまりの環境の悪さに私もちょっとなんかいろいろミスったんでしょうね。こう和式のトイレの的を外していて、その落ちるべき穴より後ろのところに、なんて言うんでしょう、お腹の痛いその体の中身を発射してしまって、結局ですね、なんかこう、トイレを汚して終わってしまったっていう、そういう体験がありますね。噛みついてなかったんですけど、まあそれは私ティッシュ持ってたんで、それでなんとかしたんですけどね、非常に不快な思いでした。はい。その失敗してしまったトイレなんですけど、まあ誰かが掃除したんでしょうかね。でもなんか誰も管理してないような状態にも見えたのでちょっとわかんないんですけど。で、今、十数年ぶりにその駅は新しくなりまして、まあ、そのトタンのボロッチトイレもなくなって、で、普通のなんか綺麗な公衆トイレに建て替わってましたので、私のその失敗したやつを誰かが片付けてくれたんだろうなと思って、本当に、はい、ありがたく思います。はい。はい、というわけで女子部屋でした。彩乃とお友達になってくださる方、チャンネル登録お願いします。あと質問もね、お待ちしております。